おはようございます。今日は高校野球の地方予選のね、京都の大会の開会式ということで、次男も行進をするらしいんで、それを見てこようと思います。午後は野球のね、三男の野球の練習ですね。暑いんで熱中症には気をつけます。ということで、開会式がある若狭スタジアムに到着しました。入場券ゲット。ということで、開会式が終わったんで、今から三男の野球です。だから開会式はヘリコプターから始球式のボールを落とすみたいなイベントがありましたけど、あれは日本全国の地方予選で行われてるんですかね。あれね、なかなか面白いパフォーマンスでしたけど、暑かったからさすがの日頃鍛えてる高校球児も開会式の途中とか終わった後でこうフラフラ熱中症気味になって、救護される人が何人か出てましたね。大変。36度。